今回紹介するのは、ミスター都市伝説、関秋夫の都市伝説6という本です。本屋さんで見つけて即買いでした、かっこ笑い。このシリーズ好きな方にはおすすめ。かもとんでも本のふりして、真面目な啓発本のようでもある。 普段興味もないし難しい読まないジャンルのことも噛み砕いて書かれてて普通に勉強になることも近い将来起こりうる天変地異の到来人口激減人類滅亡の危機を乗り越えるために今回人類はあるものの力で進化する必要がしかしそうすると今の人間とは違う姿になる。 的なネタとかいろいろ依頼イの話も最初氷漬けマンモスの話神々の指紋でポールシェフトは急速に起きたようなこと言ってたなぁと思い出しつつ読み進め最後の方は本当にいい ?SF みたいと信じられなかったり機械の体を手に入れたい人間の話で999を思い出したり全部のみにしないけど読んだ直後は。 自分も含めのんびりしてて大丈夫って気が迫りくる危険がいろいろあっても知らず深く考えず興味もなくもちろん行動も起こさない日々テレビでドラマやスポーツ見たり受動的な生活あなた次第です。 とセキルバーグ氏はよく言ってますね時間も回いそう個人的に日本の超古代文明ネタもっと知りたいな動画は前回の方が内容濃い感じたまにセキさんの意見や覚えておいてという専門用語を言ってます見つからない人は一つ赤枠じゃないけど一番目立つ大きなカラーページです本当にたまたまかもですが 前回スマホに変えたばかりで動画見たら数日後携帯使えなくなり携帯屋さんに何かインストールしたか聞かれました今回は見たこうアンインストールしてみました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします